はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。クリフトが病に倒れて、で、まあその病を治すためにですね、この大陸の東南の外れに薬草で有名なソレッタという小さな国があります。宿にいたお姫様にその話をしたら慌てて飛び出していきましたっけ、ということで、アリーナ姫を追っていきましょう。で、クリフトは現在宿屋の2階で、病気で倒れています。で、まあ、もう一人のねお供のぐらいもですね仲間になったんですけれども、ただまさかまさかのクリフトより先にブライはその寿命を終えてしまった。もう高齢だからね仕方がない。アリーナ姫もまさかクリフトより先にブライが死んでしまうとは思ってもいないと思うけど、まあしょうがない、死んでしまったものは。気を取り直してせめてクリフトだけでも助け出しましょう。あれ、祠がある、骸骨剣士か。どうしようかな、まず攻撃でいくか。マーニャは常に魔法を唱えてた方がいいかな。ずるくない、攻撃して防御って。ちょっとここ寄ってみよう。おっちゃんがいる。ここからずっと東南に行くとソレッタのお城だよ。それだけ。鍵がかかってる。こういうところにはなんか落ちてはないか。まあ、一応落ちてたらなんかね、光るは光るんだけどね。旅の扉が上に見えるね。鍵がないから行けないけど。じゃあこのまま下へ行きましょう。フィールドの移動が結構早い気がする、やっぱり。あ、あったあったあった。右下に見えた。ベビーサラマンダー。分かれてんのかよ。めんどくさい編成だな。で、イオで行くか、じゃあ。ここで一掃はできなかったか。さて、ここがソレッタなので入りましょう。これなんだこれ、あ、豚か。ブーブー。ここはソレッタの国、どんな病気も治すパデキアの特産地。というのも昔の話、今はもうないのか。これ宿屋、これ一番ひでえ宿屋だな。まあしょうがない、なんかそういう国っぽいからね。誰かを探しているだか、そういえばこの前アリーナっちゅう子が来たな。一人で買って、運にはごついのやら刻ったらしいのやら、3人ほど男を連れていた。4人パーティーか。王様がいる。わしはこの国の王者。我が国のパデキアが全滅してからすでに久しい。前の王がもしもの時にと南の洞窟にパデキアの種を保管しておいた。いつの頃からか洞窟には魔物たちが住み着き、我が国の兵士では太刀打ちできぬ。すまん、パデキアの種さえあればそなたの望みも叶えられようが。そうか、今パデキアはないのか。不思議な木の実。ミントスから来た。あの町にはわしの娘が嫁いでいった。かわいい2人の孫がいる。元気にしとるかのう。いたね、なんかそれっぽいやつが。本来ユッキー、おいらとおめえの顔が池さ映ってんぞ。もうなんだそれ。あ、これカカシか。おいらは畑耕し30年、パデキアの根っこ5年前の干ばつで全滅した。だから今は人参やら大根を作っている。猫だね。道具屋は毒なもん売ってね。いやー、かなり貧しいな。ようこそソレッタのお城へ。さあどうぞ中へ。これがお城か。まあお城って別になんていうの、絶対豪華なものとは限らないからね。これがお城だって言えばもうお城だから。ここはソレッタ王のお部屋です。王様に会いに来たのか。しかし我が王は野良仕事に出ておられる。ここだけの話だが、王自らが働かねばならぬほどこの国は貧しいのだ。王様はとても立派な人ですわ。でもパデキアが全滅してから働いても働いてもこの国は豊かにならないのです。かわいそうな王様。まあ、パデキアがなくなったらさ、やっぱり方向転換の考えなきゃいけないよね。他の名産品を作る。樽を割ってこう。3円。あ、これはもしかしてこの国の最後の蓄えではないか。やばい、それを奪ってしまった。これで終わりかな。だいたい3円だけ奪って去っていく。
この国が滅びてしまったら俺のせいだ。あそこに蓄えたサンゴールドがなくなっているって。じゃあ南の洞窟にパデキアの種があるらしいんでそこへ行きましょう。メータルスコーピオン3体これは呪文で一掃しよう。ベギラマン2回攻撃してくるからね。マーニャがやっぱり結構食らうな。もともとヒットポイントも少ないし。ゴー、あぶね、マーニャ食らってたら多分死んでたな。痛恨の一撃はモーション違うんだね。凝ってるな。なかなか痛恨の一撃って出ないと思うけど。レベルアップはした。薬草でちょっとケチってこう。14個、多分まあ本来だったらねここはもう4人で進んでいくところだと思うんだけど、こっちは3人パーティーでいく。アリーナ、ここがパデキアの種があるっていう洞窟ね。あら、この扉鍵がかかってるわね。よーし、てやー、さあ扉は開いたわ。行きましょうみんな。確か姫は盗賊の鍵を持っていたはずだよな。そんなに扉を蹴り開けたかったんだろうか。まあいい、行くぞ。扉蹴り開けられるんだったらさ、他の扉も蹴り開けてくれよ。お、宝箱。そうか、これ動く床か。動く床っていうか、なんていうの、この方向に進んでいく床。お、素早さの種、いいね。素早さの種は本当にマーニャに使っていきたい。素早さの種はちょっとリセマラ的なことをやろう。地獄の鎧、よし。19、結構食らう。しかもマーニャが集中攻撃を食らっている。ギラ効くか。ちょっと回復させよう、ホイミで。でベギラマ、まずは地獄の鎧を始末する。通るね、問題なく通る。イエティも結構攻撃力高っけんだけど倒せないか。どうする、地獄の鎧は多分ミネアの攻撃で倒せるはず。メラ、メラとさ攻撃ってどっちが強いの。効率つく息だったら死なない。13か、まあ、どっちもどっちだな。マジックパワーを使うことを考えると攻撃した方がいいのかな。メラミをね覚えてくれればだいぶ違うんだけどね。ちょっとミネアには2つ薬草を使っていこう。え、もうちょっと必要だったか薬草。それったでなんかろくなもん売ってねえとか言ってたけど、薬草でも買ってあげればよかったかな。国も貧しいみたいだし。アリーナがいる。もしかしてあなたもパデキアを。でもごめんなさいね、パデキアの種は私たちがいただくわ。地獄の帝王からこの世界を救うために我らは旅をしています。先頭にいるアリーナ姫も私たちの仲間になりました。彼女を助けて、いや彼女に助けられてこの洞窟までやってきたんです。なんだお前ら仲違いしてるぞ、大丈夫か。兵士に話したい。いや、また会ったね。覚えてないかい、ブランカのお城で会ったじゃないか。あの時は仲間がいっぱいで仲間にしてあげられなくてすまなかったね。っていうかさ、あの時ももうすでに4人いたよね。誰かいなくなってるってこと。もう覚えてないからわからん。結局アリーナ1人じゃん。こいつはなんだと。ここをずっとうろうろしてるだけじゃレベル上げしてんのか。そうか、ここの敵結構強いからね。右か左か、左から行こう。幼少家宝箱、命の木の実で、これはもうここに行くしかないよね。宝箱がある、あれ欲しい。ちょっと左から回るか。バンプドック、こういう時ももうグループだけだったらね楽なんだよね。これさ眠りそうじゃん今の攻撃。ベギラマ強い。マーニャがね本当に早く攻撃してくれれば助かるんだけど、これはこのまま床に乗ればいけるでしょ。800円、悪くないと言ってもね、金はね鋼の剣を大量に持ってるからね、それを売れば済む話なんだけど、右か左か。左、ん、階段がある。超いっぱい出てきた。この先手必勝ギラバギ、
ベギラマ効かないとか、マジか。ただ基本効く、キラベギラマが入れば倒せる。今効かないか、通りこぼしがいるけど、いいね。階段がある、階段があるけど、ちょっともうちょっとな、見たいんだよな。右から来ると結局こう来て、ここに戻されて、ここにも階段があるじゃん。あの階段に行きたい。ちょっと待ってね、ポン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 と来て、あそこに落ちるのか。まあいいや、落ちてみよう。で落とされて、あ、これじゃ結局さっきのとこに出てくんだな。あ、そうだよね。ということはここも落とされるでしょ。じゃあここで、でここに戻ってくるから、結局さっき宝箱ある、あれ欲しい、イエティ、これは攻撃でゴリ押そう。攻撃区域もね、何気に削ってくるからね。マーニャとミネア、薬草1個ずつ使うか。わかるよ、君たちがレベル上げをしたい気分が確かに強い。でこいつは魔法使うやついる、神官を、神官じゃない、あれ道具屋さんみたいなやつか。ベギラマがないときついよこの洞窟は。で一旦ここに出る、一旦ここに出たらちょっとこっち行こう。さらにこっちは無意味か。さっきの宝箱を回収してから下に降りたい。ただ意外に主人公ってマジックはそんな高くないんだな。あんまり連発できるほどのマジックバーがもう残ってない。え、ちょっと待ってね、ここ行くとだってここに来るだけでしょ。でここは戻るだけでしょ。でちょっともう一回こっち行くでしょ。でここ右か左かみたいな話だったよね。で左行くと、え、もうちょっとこっち行ける、こっちからイエティ1体、これは瞬殺しよう。行って早い。ここから行けそう。あー、行けた行けた行けた。お、なんだ、安らぎのローブ、良さそうだな。ちょっと待って、なんか道具がいっぱいだな。一回整理しよう。これは安らぎのローブも預けちゃうね。じゃあちょっと引き出して、安らぎのローブ、眠りや麻痺をしているとき身を守る。あ、結構いいんじゃないの。装備できない。70から73、45から56。あ、これをマーニャに装備させよう。 OKOKOK。 でここ行くと、結局落とされんのか。また回り道していかないと、めんどくさいなこの洞窟は。でこうでしょ、でこっちに行かないといけない。何回あった、俺たちも多分思われてんだな、この人たち何回ここに来てんのかしらみたいな。私たちがレベル上げしている間、何回も通ってきてるんだけど。しかしもう君らに会うことはないだろう。イエティ3体、イエティ結構強いんだよね。攻撃されるとさ、かなりダメージを食らう。バッキ効かねえし。そして氷つくいきて削ってきて、攻撃が結構大きく食らうと。バギも入らないと倒せないか。レベルアップ。魔法は何にも覚えない。で左だよね。でそのままここの階段に行って、さてここもめんどくさそうだね。ちょっと見ながら行くか。ほい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 、ここは戻されんな。ほい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 、ほい、ここだな。あれ、ちょっと待って、ずれたずれた。ここで一旦ここに出て、今度はここは、ちょ、敵コンジャラ
コンジャラなんか魔法使われたら嫌だな。お弱い。まあ典型的な魔法使い系だね。マーニャもねヒットポイント低いからね、一発食らうとかなりヒットポイントが持ってかれる。薬草がなーい。さてでここ下に降りるとほい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 、ここだ。で宝箱ある、これ回収しよう。けひで人食い箱って今この段階でどうなの。人食い箱ってなかなか攻撃力が高かったイメージがあるんだけど、寝るかな、やってみよう。いるかい、おわっよし OK。55ラリコ寝ろ、眠らないかー、もういいや。56やっぱり強い、しかし OK。 ヒットポイントはそこまで高くなかったか、攻撃力は強かったな。でこっからよ、宝箱に行くためにはほい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 、ここ戻ってくね、この上ダメだ。ほい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 、あここっぽい、あれ違った、あ違うわ。ほい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 、あれどこだ、ここもう戻ってくる、ここよここ。おお、いけたいけた、パデキアの種を見つけた。ちょアリーナに報告に行きたいんだけど、手に入れたよーって。ここら辺とか戻りそう、よし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 、あれあ戻ってきたか、いつもそのままね帰ってたからね、リレミトで。あとめんどくさい配置だなこれは。イオを使うか、仲間呼んでくるんかい。バギーゲッツエ、コンジャラ効かない、マジか。テベロはでも多分ザゴだよね、マーニャに任せよう。火の玉うっとしい。やはりアリーナが欲しいな、アリーナがいればかなり火力が高くなると思うから。薬草本当になくなんな、なくなった。マーニャも回復させたいからな。よしでこうからのこう、あれいなくなってる、何帰ったか。じゃあ帰ろう俺たちも。でルーラでそれった。もう夕方にはなってしまったが、無事パデキアを取ってきたぞ王様。おお、それはまさしくパデキアの種、ついについに。さあさあその種を早く村中の畑に。大丈夫、パデキアはすぐ育つのじゃ。村中の畑にってそんないっぱい種入ってたの。パデキアの種を畑にまいた。こんなすぐ育つのにさ、こんな生命力強そうなのにさ、全滅したのパデキア。なんと見る見るうちにパデキアが芽を出した。ありがとう、これでこの国は救われた。さあさあそなたもパデキアの根っこを持っていくかよい。根っこでいいんだ。まあいいや、これでこの国が豊かになってくれるのを祈ろう。あの3円もパデキアの種を取る軍資金だと思えば安いものだ。薬草9個買ってこう、袋もう9個買おう、安いし。こんなにいっぱい買い物をしてくれてこの国もだいぶ安泰だなこれで。寝るのはさすがにミントスでいいや。こんな座敷わらしみたいなところで寝たくないからな。でもこっちはさ村の形してるね、よく見たら。町の形にすらなってない。だって宿屋に入りますか。あれこんなやついたっけ。あホフマンじゃねえか。店番を任せてもらえるようになったんです。よしもっと頑張るぞ。
皆さんも気をつけて旅を続けてくださいね。訓練生をいいことに、なんかこき使われないかね。結構ブラックな店が多いからな、この世界は。1円しかくんなかったりさ。先ほどお姫様が戻ってこられたんですが、なんだか元気がないようでした。お連れの方のご病気が思わしくないのでしょうか、心配です。まああなたたちがパデキアの根っこを言ってもなかったから、もうダメだって戻ってきたのに本当嬉しいわ。あ、行けたんだね、一応レベル上げが終わったから行こうってなったんだ。さあ早くそのパデキアをクリフトに。え、ちょっと待って、クリフトさ、病気が治るのはいいけど、病気が治った瞬間お前すぐ死ぬからな。どうするこれは。クリフトはこのまま、まあ確かに病気だけど、病気とはいえ生きていた方が幸せなんではないだろうか、それとも死んで楽になるのか、どっちがいいんだ。難しい問題だ。アリーナどう思う。さあ早くそのパデキアをクリフトに。そうか、分かった、クリフトには死んでもらいたいんだな。アリーナ姫様のおっしゃる通り、パデキアの根っこを与えてクリフトには死んでもらおう。パデキアの根っこを吸い潰しクリフトに飲ませた。みるみるうちにクリフトの顔色が良くなり、クリフトは回復した。束の間の生を楽しむがよい。は、姫様よかった、気がついたね、クリフト。お恥ずかしい、姫様を守るべき私がこのようなご迷惑を。いいのよクリフト、デスピサロを探す旅を続けましょう。何、ミカミックスもデスピサロ。以前勇者の住む村がデスピサロに滅ぼされたそうです。もしやミカミックス殿が。まあそうだったの、じゃあ一緒に探しましょう。旅は多い方が楽しいしね。アリーナたちが仲間に加わった。よし、これでフルメンバーが揃った。袋の中の仲間の持ち物が追加された。一足先に外に出て馬車に乗り込んだ。警戒だ、そのジャンプがお前の最後になろうとは。あれ、どうしたどうした。お待ちください、悪いとは知りつつも立ち聞きしてしまいました。ミカミックス様が世界を救ってくれる勇者様だったとは。以前この宿に泊まったライアンという戦士が勇者様を探していたのです。確かライアン殿は遥か西の国キングレオに行くと申しておりました。なんでライアンはキングレオに行こうと思ったんだ、そもそも。よし寝よう。ようやく4人だよ。まあ、その前にね、アリーナ姫様のご所望通りクリフトには死んでもらうか。これってそのままいける。あ、いける。ここで何人死亡した。トルネコとかもここら辺で死亡しなかったっけ。トルネコは海で死んだっけ。またフルボッコンなんだ。クリフトもレベル1だからな。ヒットポイント18しかない。防御しよう。1秒でも長く生き延びてくれ。せっかく病気が治ったんだと思ったら死んだ。あ、アリーナが来た。クリフトの敵。しかしそれはアリーナが望んだことだ。強え。マジで強え、アリーナとか。これはめっちゃ楽になるぞ。バランスもいいからね。アタッカーアリーナいるし、回復のミネア、攻撃魔法のマーニャ、全然余裕よ。おー、いいね、4人。寝よう。ちょっと食らってしまったから。というところで、じゃあクリフトをね、無事助け出すことができましたので、今回はこれで終了して、次回はじゃあ西のキングレオの方に向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。